マイアミは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の18番艦。艦名は、フロリダ州マイアミにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。マイアミは1941年8月2日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港し、1942年12月8日に、CH リーダー夫人によって、浸水。 1943年12月28日に、ジョン・ジー・クローフォード艦長の指揮下収益する。1945年5月10日に、ウルシー艦長を出港したマイアミは17日に、真珠湾に到着、続いて、オーバーホールのため本国に向かった。5月24日に、サンフランシスコに到着、入居中の8月15日に戦争は終結し、 8月25日に、新珠湾に到着した。9月から10月にかけてマイアミは、琉球諸島で活動し、沖縄北方の小島の占領作業に従事した。横須賀を短期間訪問した後、カロリン諸島に向かい11月11日に、トラック島に到着、同等の基地の砲撃による損害を調査した。11月25日に帰国を命じられたマイアミは、 12月10日に、ロングビーチに到着した。カリフォルニア州沿岸で、海軍予備役兵の訓練を行った後、1947年6月30日に、予備役となり太平洋予備役艦隊入りする。マイアミは1961年9月1日に、除籍され、1962年7月26日に、ビバリーヒルズのニコラ・ジョフィャにスクラップとして売却された。 マイアミは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。